レンジフードクリーニング。まず最初に作業対象外の壁面などを汚さないようにマスカーを使い養生をします。コンロ部分にはガラストップなどが多いので破損を防ぐためフロスを敷いておくと良いでしょう。食器やその他キッチン用具にも汚れが飛ばないようにしっかりと養生しましょう。レンジフードの動作確認を行い異常がないことを確かめます。異常がある場合は事前にお客様に伝えましょう。フィルターを外し、全面フードを外します。外したパーツは広い場所へ置いておきましょう。次に換気扇のファンを外します。油落とし洗剤を希釈したお湯に漬け込みます。汚れが強い場合はヒーターを使いお湯を加熱します。他の作業をしている間しばらく漬け込み汚れを柔らかくします。ウエスを絞り一枚刃を使いファンの内部の汚れを削り落とします。油落とし洗剤を吹きかけると油汚れが柔らかくなり削りやすくなります。ある程度削り取れたらネットスポンジもしくは金だわしを使い磨き上げていきます。油落とし洗剤を使う際はモーターなど機械部分にかけてしまわぬように気をつけましょう。故障の原因となります。汚れを浮かせたら水拭きでしっかりと拭き取ります。汚れた道具はこまめに洗いながら作業を進めましょう。下の方も見落としのないように気をつけましょう。フードの内部に油落とし洗剤をかけスポンジで洗浄します。水拭きで拭き上げます。外した全面フードも同様に洗浄します。油受けになっている溝の部分には頑固な油汚れが付着しています。汚れが多い場合はサッシヘラで油汚れを削り取ってからスポンジなどで洗浄します。電装部分には
洗剤が垂れないように気をつけてください。漬け込んでいたパンを洗います。油汚れが柔らかくなっているので、ツーウェイブラシなどを使って汚れを落とします。それでも汚れが落ちない硬い汚れは、サッシヘラで削り落として、またツーウェイブラシをかけます。熱でブラシが傷んでしまうので、この時に使うツーウェイブラシは最初から傷んだものが良いでしょう。洗い終わったらすすぎ洗いします。その他のパーツも同様に洗浄します。次にフィルターを洗います。フィルターの塗装は熱や洗剤、経年劣化で剥がれやすい傾向があります。洗浄時には気をつけましょう。洗剤をつけながら油を緩めて、しっかりと汚れを落としていきましょう。その後、すすぎ洗いをし、拭き上げます。レンジフードの表面は、油落とし洗剤をつけて拭き上げていきます。フィルターを収める細かい部分もしっかりと汚れを確認し、洗浄しましょう。コネクター部分もブラシやサッシヘラを使って汚れを落とします。拭き上げたパーツ類を元の位置に戻します。パーツの付け間違いがないように気をつけ、最初の状態にきちんと復元しましょう。前面のフードを取り付けます。取り付け終わったら、油落とし洗剤で表面を磨きます。水拭き、から拭きでしっかりと仕上げます。ボタン周りなどの細かい部分もツーウェイブラシやサッシヘラを使い、隅々まできれいに仕上げましょう。仕上げにツヤ出し剤を塗り込んでいきます。
から拭きに適量をつけ伸ばしていきます。フード内部にも忘れずにツヤ出し剤を塗りましょう。ツヤ出し剤は塗った後、から拭きでしっかりと拭き取ります。最後にフィルターを元に戻し、動作確認を行いましょう。以上、レンジフードクリーニングでした。